続きまして中学生版まちじゅくプロジェクトです。なおこのプロジェクトは昨年度最優秀企画提案を受賞したものです。プロジェクトの皆さんよろしくお願いいたします。はい、これからまちクリエイターズの活動報告を始めます。よろしくお願いいたします。今回のまちクリエイターズの活動報告にするにあたっての流れとしましては、まずはじめにまちクリエイターズの経緯と目的、次に実施内容とその結果、そして次回への課題、実施してみての感想の順でお話ししていきたいと思います。はじめにまちクリエイターズの経緯と目的について説明します。私たちはクリエイトの活動を通して、若者は商店街に何もないというように、あまり商店街を好む人はいないということを知りました。しかし実際に街歩きをしてみたり、ホームルーム活動で商店街の人たちとお話をする中で、初めて中心商店街を好きになりました。そして私たちがこうして中心商店街を好きになったように、もっと商店街を慕う若者が増えてほしいと思うようになりました。ではなぜ若者は中心商店街に来ないのか。それは中心商店街がつまらないのではなく、商店街の魅力に気づいていないだけなのではないかと考えるようになりました。それでは若者に商店街の魅力に気づいてもらうためにはどうすればよいのか。それは私たち自身が主体者となり、まちづくりに取り組むことで、私たちの同年代の若者が商店街に興味を示してくれるのではないかと考えました。また私たちがクリエイトまちづくりで学んできたことを、私たちの手でもっと多くの人に伝えたい。そして特に若い世代に、商店街の魅力に気づいてほしいと思い、私たちが商店街について教えることができ、かつそれを理解し受け止めることができる世代をターゲットに伝えたいと思いました。この自分たちが教えることができ、かつそれを理解し受け止めることができる世代と、個々人が主体者としてまちづくりに取り組むことができる2つのことから、中学生版まちづくり、またの名をまちクリエイターズを実施したいと考えました。このまちクリエイターズを実施する目的として大きく分けて2つあり、1つ目は中学生にも私たちが毎月行っているクリエイトまちづくりを体験してもらうことで、私たちよりもより若い世代に商店街を好きになってもらうため、2つ目は、ディスカッションやワークショップを通して発想力や想像力を高めてもらうためです。それでは次にまちクリエイターズの実施内容とその結果について報告します。まちクリエイターズ実施日は10月22日、29日、11月12日、19日の全4回でした。また周知方法として市内の中学校にチラシを配ったり、運営側の高校生の母校である中学校に直接活動説明に行ったりしました。その結果、男子3名、女子4名、計7名の中学生が参加してくれました。このまちクリエイターズを実施するにあたっての設定として、先ほどクリエイトまちづくり同様、最後の回にこの活動から学んだことを活用し発表するということでテーマを設けました。それは中心商店街で行うイベントを考えようです。これは青森市の冬のイベントや観光客が少ないという現状があり、それは高山さんのお話で知り、またまちクリエイターズ開催が秋であったので、やってくる冬をどう楽しく過ごすかということが元になりました。それでは各回で行った活動を説明します。11月12日に行われたまちクリエイターズ
略してまちくり1回目は、まずはじめにアイスブレイク、次に商工会議所の高山さんから商店中心商店街についてのお話をしていただき、その次に地元の大学生や商店さんを交えて大人数で行ったワールドカフェ、そしてクラスごとに昼食を挟んでから LINE アット記事作成を行いました。 LINE アットは語り部などという同様、実践活動の一つで青森話題チャンネルという LINE アカウントをに載せる用の記事を作成してもらいました。今回の話題は各クラスで食べた昼食についての記事を書きました。この回は初回とあって参加してくれた中学生はもちろん、初めての運営とあって私たち高校生も緊張しましたが、中学生と打ち解け合うことができました。その次の週の29日に行われた町食い2回目は、元発酵の丸乗組員のガイドさんの丁寧な説明のもと、発酵の丸の見学を行いました。午後は4回目に行われる最終発表への準備、最後にホームルーム活動を行いました。最終発表準備やホームルーム活動では商店街の方も加わり、それぞれのクラスで中学生が持つ自由な発想、意見が飛び交いました。そして11月12日に行われたまちくり3回目は、私たち高校生が参加しているクリエイトまちゆくに実際に参加し、講義を受けた後ホームルーム活動を行いました。この月の講義はワークショップ型の講義であったので、中学生が楽しめつつ実際の街行くの雰囲気を感じることができたと思います。11月19日に行われたまちくり4回目は最終発表会を行いました。中心商店街に関わる3人の公表者のもと、各クラスで考えた内容について発表しました。この発表会では参加した中学生のご両親も見に来てくださいました。ではここで中学生が考えた内容について紹介します。まず1組です。1組の企画名はワールドスノーフェスタです。この企画はバラッセの西の広場で行い、内容は雪だるま作りへのギネス記録挑戦や広場での雪合戦、雪上ねぶたの運行です。ちなみになぜこのような企画になったかといいますと、青森は降雪量が世界一ですが、それを知っている人が少ないので、アピールすると同時に世界一の雪祭りをやろうということを考えたのがきっかけです。次に2組です。2組の企画名は極寒灼熱鍋バトルです。この企画の目的は商店街の人たちに親しみを持ってもらうためで、内容はリレー形式でさまざまなお店から材料を調達し、最後に鍋を作りみんなで食べるというものです。続いて中学生対象に行った事前アンケート、事後アンケートについてです。事前アンケートでは、中心商店街にはどのようなイメージがあるのかという質問に対し、閉まっている店が多い、活気がないなどマイナスな意見がありました。しかし事後アンケートで中心商店街のイメージが以前と比べてどのように変わったのかという質問に対し、楽しいイベントやお店がいっぱいあると分かった、知らないお店が多かったので、また新たな発見を求めて新町に行きたいというプラスな意見がありました。次に成果と課題です。成果としては、中心商店街に愛着、興味を持ってもらえた、発想力や想像力を育んでもらえた、一人一人の満足度が高い企画となりました。次に逆に課題としては参加者不足です。この課題に挙げられる参加者不足ですが、当初募集人数は24名でいましたが、今回は7名しか集まりませんでした。このことへの対策として、開催時期を長期休みにすることによって参加しやすくなる、募集期間を長くする、各学校へ出向いて先生方への理解を深めるということを改善していきたいです。最後に実施してみての感想です。全員一致だったのが、運営側としての難しさを感じたということです。また他にも中学生と接することで苦労もあったが、それ以上に達成感ややりがいを感じた、
自分の成長にもつながったという意見がありました。また参加した中学生のお母様のブログで町クリエイターについての記事を書いてくださいました。このことから課題として参加者不足が挙げられたものの、一人一人の満足度が高いものとなったことがとても良かったです。私たちはこの活動を通して中学生だけでなく同世代の高校生にもさらに中心商店街について知ってもらいたいと改めて感じました。これで町クリエイターズの活動報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。町クリエイターズの皆さんありがとうございました。続きましてコメントに移ります。コメンテーターの皆様からよろしくお願いいたします。青井大学新聞です。大変興味深く聞きました。いくつか聞きたいこととお伝えしたいことなんですが、7人確かにちょっと少ないかなと思いつつ、7人で逆に良かったんじゃないかと思うんですよね、最初としては。これがいきなり24人来てたら多分今頃発表できてなかった可能性があると思ういうふうにポジティブに捉えた方がいいかなと思うのが一つと、あとこれから先やっていこうと思ったら、いきなり学校とか組織を対象にするよりは、知ってる人で面白そうなおっちゃんおばちゃんで、中学生の子供がいる人をピンポイントで声かけていった方が多分集まりやすいなという気がいたします。で最後に一つ情報提供ですが、僕先々週尾道、広島県尾道、ここすごい年間600万人観光客の街なんですが、空き家の再生リノベとかすごいやってましたんですよ。でそこの中心にある NPO 個人の人に聞いたら、とにかく自分たちが好きなこと楽しいことをやりたいだけだと、空き家の再生によって社会がどうだろうとか大丈夫だろうと考えてないと、自分たちが楽しそうにやってるといつの間にか人が寄ってくると、そんな問題を話し合わせてたんで、まず皆さんが楽しむことを考えてください。以上です。貴重なご意見ありがとうございます。はい、最後のスライドの方で、参加者の保護者の方から、ブログでこういう、メッセージが書いてあったってことだったんですけど、これを見てどう思いましたか？いや、私たちとして、中学生は実際にどのように思っているのかっていうのは自己アンケートとかしてたんですけど、このようなブログの形、ブログっていう形にしてくださることによりすごい嬉しいっていうことを、本当に愛着を持ってもらえたっていうことをすごく感じました。はい、嬉しかったと思います。そしてこのやってみての感想で、運営は大変だなっていうことを痛感したって書いてありましたけど、それも一つの大きな学びだと思います。そういうこう嬉しさとか学びっていうのはやっぱり外に発信したから、外でやってみたから、つまり扉を開いたからだと思うんですよ。実際に皆さん運営して大変だったと思いますけども、その結果ああいう形で生の声が聞けたりとか学びが得られたっていうことは何にも代え難い、ことだと思いますし、僕もまた高校時代そういう経験をしてすごい嬉しかったことを今思い出しました。どうしてもこう20何人も高校生がいたり、スタッフでいうと40人ぐらいいますけど、クリエイトの中で終わらせるのは簡単なんだけども、そこから外に出してみる、外でやってみるっていうことはすごい大事で、そこから得られることはとても多いと思いますので、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ですね、中学生の印象が前と後ではだいぶ変わったようなんですけれども、それはなぜだと思いますか？1回目で行われた語り部による街歩きなど、実際に中心商店街に出てみるっていうことで感じたものとかがあって、それをより良いものにしていきたいという企画まで考えたことによって変わったのではないかと思います。
はい、ただ情報不足だったということと、あとは当事者意識を持って考えたということだと思うんですね。で、まあ、高校生が中学生にということでは世代が違うんですけれども、多分伝えることの難しさとか、あとは逆に一緒に考えることとか、まあ、そういうことの積み重ねて多分、まあ、いろんな学びがあったと思いますが、はい、ぜひ続けていただきたいと思いますし、感じたその前と後のその間にあったものというのをこれからどんどん生かしていってもらえればいいなと思います。ありがとうございます。それではお時間となりましたので終了とさせていただきます。中学生版まち塾プロジェクトの皆さん、ありがとうございました。